こんにちは。ということで、はい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 。本日、はい、3月23日。あー、何の日何の日？いろんなことあるよ。まず第一に、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あれです、28歳になってしまいました。おめでとうございます。いや、本当にありがとうございます、はい、そして、はい、まあ昨日ね、3月22日の24時に超特大企画、結果が出ました。おっ、ね、もしかしたら、はい、この超特大企画、結構前ですが、はい、5日連続で、こう、動画を上げたんですが、はい、ふわっと説明しますと、ユーリ、そして僕の楽曲のアレンジをしてくれるキメラルさんがいるんですが、はい、そのユーリとキメラルさんで、バグというシンガーにこう曲を歌ってもらったんですよ。お互いが作った曲を、はい、その曲を MV っぽく出したんですが、どっちがどっちを作ったかは話してないわけで、曲名がタイムマシーン、天才になってみたい人生でした。さあどっちが再生いくのって。ただユーリが作ったから伸びるとかじゃなくて、これはただただ楽曲でバトルしてますから、はい、これは正々堂々バトルですよ、はい、なのでそちらの結果が出たということで、そうです、見てください、結果どうぞ。結果がこちらですよ。なるほどなるほど。死者誤入したら一緒ってのがね、まあ、あれですけどね。そうだ、どっちが作ったか多分みんな気になってると思うのよ。そうだね、それが一番気になる。天才になってみたい人生でした、うん、タイムマシン、どっちもね、あのコメント欄とか、うん、こっちがユーリっぽいな、こっちがキメラズっぽいなとかさ、うん、なんかね、結構もうぐちゃぐちゃになってるじゃん。結局キメラズがユーリに寄ってたんじゃないかとか、うん、ユーリがあえて今回はこういう曲にしたんじゃないかとかさ、うん、いろんなコメントがあって、煽りとかもありますからね。ね、煽りとかもあったから、すごく面白かったのよ、はいはいはい、ただこのどっちが作ったかはこの動画でパッて喋って話すよりも、そうだ、ね、3月23日にたまたまね、こうライブがありましたので、まあ、うん、まあライブに合わせて結果発表の日やってるんですけど、はい、これから俺らもまだ知らないからね。あ、そうね、そうね、だからね、あのライブで楽しみだ、どぎも抜かれると思いますよ、はい、結果発表は、まあライブでさ、勝った方を歌おうと思ってるんだよね。おう、うん、まあもしかしたら負けた方も歌うかもしんないけど、あねやめろ、分かんなくなる。でもまあまあまあ MC するからさ、いきなりどっちか歌ったら意味分かんないやつになっちゃうよ。確かに確かに。そしたらそっちがユーリ君の曲って思っちゃう。そうそう、だからやっぱこう MC をちゃんと言いながらこうやるから、うん、その MC だけでもこの動画で使いたい、うん、なるほどなるほど、でこれ編集は誰ですかね。ナリー・ジェイ・ゲンタ、誰ですか。俺行きますか。いや、ゲンタさんですか。まあライブはゲンタさんですね、うん、ね、あの源田さんが、はい、あのこれ差し込んでいただけますか。はい、ライブでじゃあ撮っていただけると。サイ。とサイ。嫌だ。嫌なの、いきなり。まあいきなりだから、うん。MC で、うん、もう俺はどっちか発表するので、それを源田ここに差し込んで、はい、あの皆さんにあのどっちがどっちの曲だったんだってね、なんかすっきりしてもらえたらすごく嬉しいです。ドキドキするわ。ぜひ皆さん、じゃあライブ俺本当もう行かなきゃな。そうだね、はい。なのでみんなで行ってきます。バイバイ。その天才になってみたかった人生の方がユーリさんが書いて、タイムマシーンの方がキメラズなんじゃないかと思ってて、天才の方に関しては、キメラズ、タイムマシーンの方はユーリ。私はユーリ君が作ったのはタイムマシーンだと思います。罠罠罠ぽいからさ、こう罠なのかな。ちょっとやっぱ変えます。天才になってみたい人生でした、ユーリ君。俺結構分かっちゃうんですよね。2がね、ユーリ君だと思う。違ってたらやばいよ、ね、1曲目がキメラズじゃない、2曲目がユーリじゃないの。1曲目あんなこと思わないでしょ、あいつは。もうなんか天才になりたかった人生でしたとか思わないでしょ。だからでも2曲目だと思います。皆さん、さっきタイムマシンどうでした？
は今日ね、あれで勝った方がやるつもりだったんです。まあ、当然僕が勝ったんですけど、ありがとうございます。キミラスさん、ちょっと悔しそうな顔してるから歌ってあげようかなと思って。天才でごめんなさい。天才になってみたい人生でした。勉強してないなのに勉強できるやつなんなの。お疲れ様です。このツアーの初ライブが終わったわけですが、どっちも歌っちゃった。この前に多分 MC は出てると思うんだけど、改めてちゃんと言いたいと思います。僕が作った曲はダン、タイムマシン勝ちました。さすが。多分あの俺の煽りでのあの発言。今回僕は新たなアプローチで曲を作りました。産んじゃいましたね、天才を。天才って俺のことなのかもしれない。俺天才がどうのこうのとかさ、煽りで言ってたじゃん、もう全部罠だからね。ただ自分的にもさ、どっちに罠かけてんだか分かんなかった。俺はただ普通に曲作ったから。いや、すごい楽しかったですよ。なんか面白かったね。え、しかも結構盛り上がってたよ。ね、タイムマシン。タイムマシンに委ね。いや、よかったね。もう歌っちゃうんだね、やっぱ自分の歌だと。そういう感じで。うわぁうまいのかも。でも、やっぱり、天才、今回これ自分で歌ったじゃないですか。まあ、作ってないですよ。はい。あのね、バクの すごいね、下手だったもんね、俺ちょっとだけ。下手ではないね。よかったよ。ただ、もうちょっとね、俺思ってる天才、歌ってみたかったな。バクとまたちょっと違う感じが出したね。ちょっと難しかった、だから。でもやっぱ、かっこいいなと思っちゃったからさ、ちょっと寄せちゃう自分もいたり。ああ、なるほど。タイムマシンは、完全に。やっぱここだ、皆さん楽しみにしてください。俺のやつはまず全然何もないから。とりあえずライブで。ライブで歌ってるから、皆さんよかったらライブ、まあ、遊び来てる来る人を楽しみにしてもらえたらとても嬉しいです。あとね、チャンネルメンバー全員当たってました。確かに。だから俺その時、どんな顔したいか分からなかった。当ててやがる。何回かこう聞いてくれたじゃん。俺こっちだと思うんだよ。言わないじゃん。でもさ、俺の方がさ、まあそれ当たりって言いそうだった。そうだ。いや、まあそうなるしかないよ。それでね、この曲がバクが歌ってるタイムマシン、そして天才になってみたい人生でしたが、もうこの動画が上がってる頃にはサブスク出てます。はい、皆さんいっぱい聴いてもらえるととても嬉しいです。よろしくお願いします。しかもさ、 YouTube とは違うバージョンなんだ。そうだね。そう、もうめちゃくちゃかっこいいやつだから、皆さん聴いてください。俺が作ったタイムマシンもいっぱい聴いてください。よろしくお願いします。そして木村さんが作った天才になってみたい人生でしたも聴いてください。よろしくお願いします。という感じで今日の動画は終わりたいと思います。ライブに来てくれた皆さんも、この動画を見てくれた皆さんも本当にありがとうございます。チャンネル登録とグッドはお忘れなく。皆さんまた明日。チャンネル登録お願いします。